アンリ・ルニョーは、フランスの画家である。神話に題材を得た絵画や、オリエンタリズムの絵画を描いた。不仏戦争で戦死した。パリで生まれた。父親は有名な科学者、物理学者のアンリ・ビクトル・ルニョーであった。パリのエコールでボザールなどで、アントワール・モンコールやルイ・ラモットや、アレクサンドル・カバネルらに学んだ。1863年から、ローマ賞に応募し、 1863年には選ばれなかったが、1864年のサロンドパリに2点が受理され、1866年になってローマ賞を受賞した。ローマに留学し、同僚のラギエルミートスペインを旅した。1869年末からジョルジュ・クレランやジャン・ジョセフ・バンジャマン・コンスタントモロッコの単寺に滞在し、現地の風俗を題材に描いた。 1870年のサロンに出展したプリム将軍の人物画とサロメの絵は好評で評論家のテオフィルコーティエから賛辞が送られた。1870年に不屈戦争が勃発するとフランスに戻りプロイセン軍と戦った。1871年1月パリ包囲戦のビュザンバルの戦いでプロイセン軍の銃弾により戦死した。27歳であった。 ありがとうございます。